どうも、美容師チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということでやってまいりました、飲んでないウイスキー飲むシリーズ。はい何それ。あそこ上州屋じゃなくて上州屋違う、釣りすぎリカマンってリカマンってごめんなさい、リカマン、リカマンのくじで僕らの当たったウイスキー飲まないといけないじゃないですか。当たった、当たったヒーダーウイスキー、あの飾っといてもしょうがないんで飲んだろっていうことで、はい、今回ですね、リカマンの福袋で出たウイスキー、はい、アイリッシュ編、多分誰も覚えてないよ。覚えてない。こちらでございます。ウエストコーク、はい、ということで、はい、やってまいりました。ありましたね。これね、しかもね、ウエストコーク、ただのウエストコークじゃなくて、はいはい、ポートカスクフィニッシュなんですよ。もったいないじゃないですか。このウエストコーク面白くてね、はい、日本酒作ってるらしいよ、ここ。蒸留所が、うん、会社がってこと、会社がだと思う。そんな、アイルランドねって思うじゃん。逆輸入するってことですか。もしもし、あるんだって。はいはいはい。で、面白いなと思って、でそパーッと見たったら、はい、ほら、半分揚げでやったじゃん。そうですね。この、あの絶景でさ、ね、はい、そしたらこれがね、僕を飲んで、僕を飲んでって言ってるから、よし、じゃあ、今回はこのウエストコークやったろうと思って。僕、人生で一回も飲んだことないんで。これはね、僕も本当に初飲み。初飲みで家です。はい。初飲み。いや、本当に初めて。もしかしたら今のこれサムネになるかもしれない。ねということで、はい、今日はですね、せっかくなんで、はい、運で引き当てたウエストコーク、ポートカスクフィニッシュ、飲んでみましょう。はい、おーし、いきますよ。よいしょ、チリチリっと、ペリペリって皆さんペリ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 やってないで、よし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 。やっぱアイルランドいいニュースだ。いい匂い。もういいニュースだ。すみません。ん？どういったウイスキーなんですか。こちらですね。はい。ポートカスクフィニッシュでございます。調べて？調べない。だって4000ぐらいするんでしょ？おそらくな。でもこれノリでいくわけですよ我々ね。あ。もう上げしまったもんで。じゃあ。正直レビューということでよろしいでしょうか。ウエストコークってどんなもんやって話ですよ。まあちょっとスパイシー。面白っ。ちょっと匂い面白くないですかこれ、うん。じゃあいきますか。じゃあいきます。ドライで軽いって感じですよね。ああ、ドライっすね、うん。そっか、ドライだ。バーボンカスクのフィニッシュドクアンターでボレラポートカスク。ボレラ。バーボンも入ってるね。だからそのビリッとした感じの多分もしかしたらバーボンのファーストフィルとかそっち系なんじゃない。いやいやいや、アイルランドでも僕はね嫌いじゃない、この暑さ。暑さ勝ってくる、来ない勝って、ああアルコール感ね、うん、うん、感じか、ウォッカとかさそんな感じに感じる。上流のアルコールの人がちょっと強いんかな。私はですね、うん、今のところはですねそんなに好みではないかなと。バーボン強いもんな、なんとなく。ロックいってみますか。うん、ロックいってみよう、うん、はい、ということで、はい、ロックロックいってみます。ビターから入りません。わかる、珍しいっすね。なんだこの味。いきなりビターがさカッときて、なんかねビスケットのあの深みっていうかコク感もパパパパって重なって走るんですよ。香ばしさ、うん、なんかその香ばしさ周りの後半やっぱそうだね、香ばしいね。松ぼっくりをさ、松ぼっくり焼いたことある、焚き火の時ぐらい、うん、いたずらで松ぼっくり焼くとさこういう匂いするわ。ジンだ、ジン、あージンボベリー、ちょっとジンっぽいな。下手するとちょっと間違えば、そういえばここでジンも作ってるんだよ、いろいろやってんだ俺。なんかそう言われると寄ってきちゃってるけど、ヤニだヤニ、ヤニ完全にヤニだよ、松ヤニとかの苦さだよこれ。あすっごい苦い。よし、ハイボール行こう。
なんかこの辺ムカムカしてきた。よし。はい、ということでハイボール行ってみます。もうドミさんはゲロゲロピーです。なんかダメみたいですね、このウイスキー。ちょっとダメージでかいっす。よし、じゃあ行ってみよう。よし。ほら、飲みやすくなりましたね。ほら、いいじゃない。さっきの苦味はどちらどこへ行った。苦味とか変な、コクとか、うん、何も感じないし、ハイボールにしたら、ものすごくその割った炭酸水調和されて、香ばしいのか、それでも、種ひまわりの種みたいな感じがする。かぼちゃでもないし、でもやっぱその中盤がオイリーな感じが目立ってる、感じですね、種とかに、あ、確かにね、ひまわりの種とかもちょっとオイリーな感じしますね、かぼちゃの種もね。かぼちゃの種はちょっと食べたことないです。ない、はい、ストーブの上でこう温めてね、冷え上がらせると食える。あ、美味しいんだ。なんか楽しい食生活を送ってますね。いや、でもこれはね、はい、クリスマスに飲むんだったらあり。クリスマス、なんかその雪降って寒いなって思った時にちょっとストーブに当たりながら飲むウイスキーとしてはウエストコックでありかな。なんでクリスマス、なんか、いや、アイルランドってそんな感じしない。国旗もさ。ナポさん、はい、どの飲み方が一番おすすめですか。ストレートロックハイボールで、はい、ハイボール一択っすね、これは。ハイボールで、うん、確かに。このウエストコーク、まあ我々ごめんなさい、ノーマルのウエストコーク飲んでないですけど、はい、このポートカスクフィニッシュはハロウィン以降の3年時期に飲んでほしいなと。3年時期にハイボール、ハイボールで、だもうストーブの前で。ホットウイスキーじゃなくていいんですか。ホットもやるったらもう動画のシャグがえぐいって。あ、ホットウイスキーの時期が懐かしいですね、なんか。いや、まあ、分かった分かった、やるやるやる、あとでやろう。あとやろう、つけ。ということで、はい、アイリッシュウイスキーの、神髄じゃないけど、まあ、ウエストコークですね、アイリッシュウイスキー今回飲んでみましたということで、まあ、これからね、いろいろなウイスキーとの出会いがたくさんあると思う、出会いがね、リカーマウンテンの福袋ですけども、はい、ワクワクドキドキが止まらない、そこのあなた、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、我々はまだまだギャンブルやりたいと思うんで、応援よろしくお願いします。バイ。